日本人の皆様、おはようございます。私はファイナンシャルプランナー3級実技保有者の今野徹と申します。日本人の皆様、日本の製薬会社の株式ストックを買いませんか？製薬会社は病気がある限り絶対に潰れません。日本の特に一部上場企業の製薬会社の株を買いませんか？それではまた、さようなら。私の拙いプランに耳を傾けてくださったら嬉しいです。それではまた、さようなら。どうもありがとうございました。